皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日は集客要領も制約率が大事、見落とされがちだけれども本当は一番大事な視点、目から鱗の集客制約メソッドということで、非常に長いタイトルですいません。はい、こちらの方のお話をしていきたいと思います。実はですね、この動画を撮っている時にはまだ発売になってない、2019年春4月上旬ですね、発売予定の、こちらの本があるんですけど、こちらの方にも制約っていう言葉が書いてあるんですね。集客制約の本で、前作が、開業集客の本ということで、これの、続きの本ということで、こちらの方を、出版するというか、した形になるんですけれども、ここでもお話をしているように、集客と制約はそもそもやる作業が違うっていうのを理解して集客に取り組んだ方が、売上が上がりやすいっていう話なんですね。この視点っていうのが、教室の先生とかとお話をしたりとかですね、実際にコンサルティングをやる上でお話をしていくと、非常に皆さんが混同している、要はごっちゃになっているケースが非常に多くてですね、ごっちゃになっていると効率的な動きができないんですよね。でそれは結果として、もったいない、残念な結果になっていくので、これからやっていきたい人、または集客はね、おそらくできてるんですよ。おそらくできていても、制約ができてない人は売り上げになってないので、そこを集客ができてないと勘違いしている人も いますので、その点を改めてこちらで解説をしていきたいというふうに思っています。まずですね、集客と制約の概念の違いっていうことを先にお伝えしたいと思います。まず集客っていうのは、その字のごとく、お客さんが集まる、人が集まることが集客です。で制約っていうのは、契約が成立すること、それを制約っていうふうに言うので、お申し込みが入ること、売上が上がることっていうことになるんですけれども、この作業っていうのは実は全く別物なんですよね。これを分かっていないと、自分が、売上が上がってない原因が集客量の方にあるのか、制約率の方にあるのか、対策が全然変わってきてしまうんですよ。なのでこの言葉の概念を知って、今自分の現在地はどこにあるのか、これを理解した上で活動行動していく方がいいという点をまずお伝えしたいと思います。それと同時にですね、大きく勘違いされている点なんですけれども、皆さんものすごく集客は頑張るんですよ。当たり前ですけれどもね、集客がゼロだったら制約を、することは全然できないんですよね。だから集客は当然頑張らないといけないんです。だけれども、必要以上に頑張る必要はないっていうことですね。微妙な言い方ですね。具体例で言いましょう。まずですね、じゃあ例えば100人っていう分かりやすい指標でいきましょう。100人集めることができて制約決まる人が1人だった場合、これ 1% の制約率とかになります。これが10人いて1人決まった場合にはこれ 10% になります。100人で1人よりは10人で1人の方が制約率は高いということになりますね。まずね。で次に、じゃあ2人いて1人決まったらこれ 50% になります。1人いて1人決まったら 100% になります。パーセンテージっていう言い方をするとこういうことになっていきます。ということはですね、教室の先生とか、そんなにこう大掛かりな、店舗で仕組みでこう動かさなくてはいけないような、内容のものでない限り、ほぼほぼ教室の系の人々に関しては、おそらくそうですね、100っていう集客量はいらないと思うんですよ。制約率に関与する部分で言えば。で例えば月に、コースレッスンとか設けてない人とかですとね、50人とか欲しいとか30人とか欲しいとかするじゃないですか。で
その時に何人決まっていくかっていう話なだけなので、例えば割とよく来てるリピートをしてくれる人が30人中半分はいるよねって言ったら、あと15人頑張ろうになるし、2ヶ月に1遍ぐらい来てくれてる人がちょうど今月は当たり好きだとか言うと、それが 50% ぐらいいたらさらに半分7人とかで済むわけですよね。で、例えば7人欲しいって言って7人の新規顧客と出会う機会があり、それはウェブ上になりますけれどもね、それでその方たちが全員制約すれば、まあ別に7人でいいっていうことになりますよね。なので、集客量を頑張る人は少し見直してほしいのは、その集まってきているお客様ないしはファンは、恋っていうのは池の恋の方ではなくディープっていう方ですね、あなたの講座をすごく習いたい度合いが強い人をそもそも集めているのかっていうのが集客上では非常に問題になる話になります。私の場合はですね、バンを運営していた時にはコースレッスンを主に運営してたんです。単発レッスンほとんどやらなかった。なぜならばコースレッスンの方が1回の募集で、私の場合6ヶ月だったんですけど、6回通ってくださることを確約してくださるので、私は集客手間が6分の1で済むんですね。そうするとその分レシピ開発に時間を使うことができたり、その分他のことに時間を使う、まあウェブのね集客の画面作るとか、そういう時間に使うことができていたので、その面からその6ヶ月っていう構成を採用してたんです。ということは1回決まれば、まあ、6ヶ月通ってくださる、この方はもし3人私が決めることができれば延べ18人分の予約を取ったことになります。でそんな形で考えていくと、私は2ヶ月に一遍の集客で終わったコースの穴を埋める形で集客をしているので、まあ、2ヶ月の間に9人くらい集客できてれば問題ない感じでした。だから2ヶ月で9人って聞くと楽そうに聞こえないですか？2ヶ月で9人ぐらいだったら1ヶ月で4人ですからね。1週間に1人集客できればいい感じになりますから、これはコース制を採用しているからではあるんですけどもね。そうするとそこに来るような濃い人をじゃあどうやって作っていくかっていうと、その人たちがおそらく喜ぶであろう記事とか内容の発信、深い内容の発信ですね、それをブログ上で展開していくということで、読んでもらっておいて、必要な募集の時期になったら、あ行きたかったんだよねって入ってもらうとか、そういう仕組みを作るっていうことが集客上はどうしても必要になってくる。なので普段からそれを意識してブログをまず書いてるか書いてないかとか、あとは制約率を意識して集客をしてるかっていうことで、その後の成果とですね、落差加減がものすごく変わってくるんですよ。なので例えばそのある程度こう属性をですね絞ってしまうと、お客さんが集まらないんじゃないかって言ってかなりひどく間口を設ける人がいるんですけど、それは制約率が下がることになるので、制約するための集客量がとても必要になってきます。そうすると結局ね疲れちゃうんですよ皆さんね。はい、絞ると人数は減りますけど濃い人になるので制約率は上がっていくんですよね。そこを分かって本当は集客してほしいなというふうに思うんです。例えば私のバン教室の場合にはものすごく属性を絞ってました。例えば、50代以上とか40代とか30代もちろん来ていただいていいんですよ。私の頭の中で50代以上、パンニーダーというニーダーという機械を、持っている人、ないしは違う他社のものでもいいから機械ごねの機械を持っている人、ないしは手ごねよりもホームベーカリーとか何か機械ごねでパンを作ることが好きな人、理由は手でこねるのが疲れるからです。はい、そういうタイプの人。そしてその分手で疲れない分、成形ですね、形を作ることを楽しいと考える人、そしてそれはパン屋さんでも売ってないし、なかなか他のところでも、習うことができない味、7つの天然酵母を使って、あと成形が変わっているっていうものを好む方、そしてそれをプレゼントして人にいいねということで褒められたい方、そしてビジュアルが美しいパンを作る予定なのでそのパンを写真に撮ってみんなに自慢したい人、アクティブに行動をする、私の教室以外にも習い事を3つか4つしていて、おそらく世帯年収は1000万超え、
海外旅行には月に2回、あ、月じゃない、年に、3、4回行くことができて、月に1回ぐらいは温泉旅行に行けるという、かなりこう歩き回れる、動き回れる、アクティブな人を想定して講座を作っていて、その人に響くように言葉を書いて募集をかけています。なので本当に面白いことに、来てくださる方がお席に座って、まあ、雑談タイムとかになると、例えばどこかの海外に行ってきた話を誰かがしたら、あそこの国いいわよねとか、そういう話になるんです。だから行ったことがあるんですね、っていうことで盛り上がるような人々が割と集まる傾向がありました。だからそれは私がその方を想定して、その方に来てほしいと思って文章とサイトを作っているので、その方たちが来る。そしてその方たちが喜ぶようにもともと講座を作っているので、ウェブサイトを見たらそのまま制約していくっていう、そういう流れでもともと作ってました。だから集客量を躍起になって頑張るよりは、制約率を意識して集客をしたりとか、ウェブサイトを作る方がよほど楽なんですね。だからその際には強烈なコンセプトと、あと絞り込みっていうものがどのみち必要になってきます。なのでここはね、勇気を持って絞らないと、ファンになってくれる強いタイプの、濃い人が集まらないですよね。これね、結構難しいんですよ。皆さん、そんなに絞っちゃったら人来ないかも。確かに絞りすぎてダメな時もあるんです。マニアすぎて例えば私はそんなに興味がないんですけど、こう、なんでしょう、米粒ぐらいの、その、まあ、米粒でいいでしょう。そしたら米粒にアートを描く人とかいるじゃないですか。で、米粒アートをじゃあ教えますってその人が言った時に、米粒アートを何人ぐらいが習いたいのか募集をかけてみないと分かりませんけど、実はすごいいたらどうしよう。いない可能性が高いですよね。一瞬リサーチ上よく分からないから。でもパンってものすごくもともと潜在需要が多い業種業態だったので、ホームベーカリーの出荷台数、当時私が調べた時には230万台だったんですよね。私がパン教室を始める時、第3次パンブームって言われている時で、1億っていう人口の中の230万台って驚異的な数字で、一家に1台に近いレベルでおそらくホームベーカリーはあったはずなんですよ。ということはパン作り自体、手作りパン、まあそれがホームベーカリーだったとしても、興味があるご家庭、ないしはまあお母様が多いっていう事実はあるんですね。ということはそれに伴ってパン教室もゴロゴロいっぱいあるわけで、まあ、特徴があってそこに行きたいと思うような教室であれば、まあ当然申し込みは入るということで、私の場合には手ごねもできるんですけれども、一緒です。疲れてしまうのと、あとは再現性が高い機械ごねだと、レシピを伝えて同じ条件を整えてくれたら、コネがうまいとか下手とか関係なく、少なくとも生地は美味しいパンはできるんですね。少なくともその続きの成形で、まあ、若干あんまり上手じゃない人とかがいた場合には少し味が変わる可能性はありますけれども、自分でゼロから手ごねをするよりは、再現率が高いというものを作ることができていたので、まあ、そこも大きなポイントだったんで、まあ、PRする形で、まあ、募集をかけてた。要は、50代のそのあたりで、お金は割とご自身のために使えるような方、時間ももちろん使えます、お金も使えます。そうすると、まあ、ニーダーを仮に持ってない方が、学びに来たとしてもニーダー買える余力があるんですよ。あと発酵機とか便利ですよとかっていうと、例えば私がその場で紹介するじゃないですか、発酵機こういうふうな感じでやって、初心者の人の方にむしろ発酵機を持っててほしい。上手に安定すると楽ちんにいい状態で焼いていくことができるからっていう、まあ、話をする、売るために話をしてるんじゃなくて、単に便利だよっていうことを伝えてますね。でもその時に参加者の方がですね、発酵機やっぱり私欲しいわ、おいくらみたいな感じで言われると、まあ、例えば生徒さん価格で若干市場より安くて、例えば3万8000とか4万円弱とかですね、そういう値段を言ったとするじゃないですか。でその時に、あ、それだったら今日お財布にお金入ってるからこのまま払ってっちゃっていいですかとか言って、でメーカーから出荷してもらう手続きは私するんですけどね、まあそういう感覚。ニーダーの時もそうでした。いくらぐらいで、まあ、3万いくら、3万円台だいたい後半とか4万円台の前半が多かったんですけどね、その値段を伝えて皆さん驚かないんですよ、うん、だからもともと驚かない人を私集めてるので、
驚かなくて、ある意味当然っていう感じだから、どの人を自分が集めるのかっていうことによって集客制約の状態が変わってくるし、ここにはちょっと若干マインドブロックっていうのも実はね入ったりします。それはどういうマインドブロックかっていうと、この人にはこの、レッスンを変えないんじゃないかとか、この人はこの材料というか機械は変えないんじゃないかって自分が思っていると、いちいち言わなくてもいいことを付け加えて制約できないようにしちゃってる残念な人がいるんですよ。っていうのが、すいません、ちょっと高いんですけど、おいくらいくらです。高いんですけどって最初に言われたら、高いっていう頭がインプットされるので、あ、高いんだと思って払わなくなりますね。まあ、安いんですけど言う必要はないんですけど、高いんですけどっていうのをいちいち言う必要がないです。それとあと、ご説明する先生の方が参加している方のお財布事情を一生懸命考える必要がないということです。この方は子育てでなんとかでどうのこうので大変って言ってたよね、だからきっと私の講座無理だよねって思って値段を言うのを躊躇するっていう話を聞いたことがありますけれども、そんなの全く関係なくて、行きたいから払うか、お金は調達するから来たいっていうふうになるかどっちかなので、判断するのはお客様の方なんですよ。だから事実を伝えるだけで、来なかったら来ないでいいんですよ。全然合わなかったんだから。で、そうすると、そういうことを言うのが嫌な先生っていうのは全人格、自分が否定された気持ちになっちゃうんです。オファーをしたのに断られた、だから言わない、傷つくのが嫌みたいな、ものすごくナンセンスで、ただ伝えるだけなんですよね。判断するのはあちらなので、あ、ちょっと予算が合わないですって言ったら終わりになるだけで。ただ、予算が合わない人を最初から集めてる可能性があるということです。それは世間一般的な経済事情とかっていうことと、世帯年収とかっていうのは若い年代の方が当たり前ですけど少ないケースが多いですよね。30代子育て世代、めちゃめちゃお金ないはずです、自分たちに使えるお金が。40代、50代、60代、50、60は自営でやってる方もいらっしゃるし、会社をやってる方とかもいらっしゃるし、会社員だったりすると役職がついてぐんと上の方に行かれてる方とかもいろいろいらっしゃるので、基本的には下の世代より裕福ですね。ただ30代でも、例えばベンチャー企業の社長さんとか行ったらドドンと稼いでる方とかもねいらっしゃるんで、そういう旦那さん持ってる方は全然関係ないんでしょうけれども、もちろん女性でもです。ものすごく稼ぐ女性実業家とか言うとですね、変わってしまいますけども。だからその実際の本当のところなんて、こちらがですね、いろいろ鑑みる必要がないということです。なので、その制約っていう部分においては、伝えるっていうことを最重要視して、事実を伝えるということを最重要視すればいいので、変な枕言葉はいらないっていうことです。それはあなたの判断だからっていうことになります。なので、制約がうまくいかない人は大概そういう余計なことを言ってるケースが多いです。単純にお客様の判断に任せるっていうスタンスでいると、普通に、伝えるだけなので、そんなに気負うこともないし、断られることにショックを受けることもないということです。はい、ということで、ポイントをまとめます。集客量より制約率が大事。そのポイントっていうのは、濃いお客さんが集まっていれば、少ない人数でも高い制約率で決まっていくので、結果収益が多くなる。そして制約率が高い状態を目指すのであれば、そもそも集客の段階で、申し込む確率が高い人を最初から自分が集客すると決めて集客をする。この2点が一番のポイントになるかなと思いますので、こちらの方でぜひ実践してみてください。それでは。